壊れたけれど捨てられないものをどうすればいいか悩むことありませんか？悩みを解決するサービスをアウトドアメーカーが行っています。購入した商品の修理をしてくれるサービス。およそ50年続いているこのサービスは、服の破れによる修理依頼が一番多いといいますが、修理は服だけではありません。強風にあおられて折ったりとか、あと設営時に踏んづけてしまったりとか、それで交換に来られる方いらっしゃいます。大型連休の後などキャンプグッズの修理の依頼が増えている中で、廃棄の前に修理も考えてみてほしいということです。ユニクロで行われているのは修理だけでなく、さらに魅力的に生まれ変わらせる取り組み。ダウンなんですけど、はい、ほつれてしまって、はい、破れてしまった洋服を補修したり、刺繍などでリメイクするサービスです。さらに先月から日本の伝統的な刺繍である刺し子を使って服を生まれ変わらせるサービスも始めました。刺し子とは、補修などのために幾何学模様を服に刺繍すること。ジーンズなどにオリジナルの刺繍をすることで、より長く愛せる服に変わります。